私の今の世代にやっぱりこれかなっていう、どうしても落ちるターンオーバーを正常になるべく近づけていけるっていう運動で代謝を上げていくっていうところはできてたと思うんですけど、お肌のターンオーバーっていうのが、